クちゃんの勝ち。ゲームの中までお金持ちでごめんね。どなたざます？あなたなんか知らないざます。ムームー、どうしたの？覚えがあるようなないような。いいえ、ここはあなたのお家じゃないざます。誰なのあの人？知らないざます。今までのことを全部すっかり忘れたとかなんとか。はは、記憶喪失だね。何それ？自分の名前や家、仕事、ひどい時には言葉まで忘れちゃうんだ。へえ。それで一軒一軒お宅を回って手がかりを探しているんです。ここは違うよ。お坊ちゃん、顔が似てるけど、もしかして親戚では？関係ないってば。とにかくお帰りください。私どもはあなたに見覚えはない。ザマス。でもひょっとして？お引き取りください。しつこいとおまわりさん、やめさ。なんてずずしいんざましょう。入場料取ればよかった。あのおじさんどうなったかな。気になるね。だがいい。でも、あ、でもこちらのお宅にも見覚えがあるんです。いいから蹴れ。そんな。なんだか気の毒だな。大丈夫ですか？そういえば昨日から何も食べてなくて。よく食べるな。おかわり。はあ、もう10杯目ですけど、お腹大丈夫ですか？そんなに食べたかな。ご飯をお上がりになるのはいいんですが、少しお腹を落ち着かせてください。なんという優しいお人だ。ひょっとしてあなたは僕のママではありませんか？ママ？失礼な、あなたよりずっと若いと思いますわ。悪かったね、君たちのママを怒らせてしまって。まあ気にすることないよ。それよりこれからどうするか相談しよう。さあさあ。まずはおじさんがどこの誰か突き止めないと。何か覚えてることないの？例えば山の上に住んでたとか、海の近くとか。電車の音がしたとか。あ、何何？ダメだ、何も思い出せない。ドラえもん、何とかしてあげられないの？よし、あれを使おうか。何何？いや、あれは危ない。いや、あれしか方法がない。何？いや、やはりまずい。もう何なんだよ。実はこれなんだ。忘れたんだち。この覚えるっていうのは、例えば頭の中の引き出しに物をしまい込むのと同じなんだ。それを忘れたということは、しまったものがなくなったんじゃなくて、引き出しが開かなくなっただけのことなんだ。これで頭を叩くと記憶が飛び出してっから。いいじゃない。やろう。でもやり損ねると大変なことになっちゃう場合もあるんだ。まずはやってみよう。大変なことに怖いな。じゃあやめる？でもこのままじゃ困る。一体どっちなの？じゃあこうしましょう。君たちがテストしてみて、もし無事だったらやる。そうしよう。ちょっと、なんで僕たちが？やっぱりこれはしまっておこう。またまた怒らないでよ。やるよ、やりますから。そっとね、そっと。あ、何か映った。なんだ、さっき食べてたご飯か。もっと前のことを思い出さなきゃ。そう言われても。やり直し。え、ダメ。どう
京タワーから落ちたんだ。そのショックで記憶を。よく無事だったね。もう少し見てみよう。うわ、なんだこれは。一体おじさんの正体は何。よし、今度は住んでいた家を思い出してみて。おじさん、お城に住んでたの。そういえば確かに住んでいた覚えがあるぞ。信じられない。もう一遍やってみよう。うん。うわ、すごいお金。そうか、これでわかったぞ。つまりおじさんは金の竜が乗ったお城みたいなお屋敷に住んでいる大金持ちで、いつも悪者に狙われてるんだ。なるほど。そう言われればかすかにそんな覚えもあるぞ。よし、今日中に僕ん家を見つけたら100万あげる。急げ。お城みたいなお屋敷ならすぐに。見つからない。ないね。あ、ジャイアンたちだ。聞いてみよう。お城みたいなお屋敷。そうなんだ。屋根に金の竜が乗ってて。知らねえな。僕も。うん。でもなんで。さっきのおじさんが大金持ち。うん、家を探してほしいって頼まれたんだ。大金持ち。長生きしとけばいいことありそうだぞ。おばさん、おばさん。おば。10万円あげるね。10万円。そうそう。ところでご飯まだ。さっきあんなに食べたばっかりでしょ。もうありませんよ。いいもん、外で食べてくるもんね。なんたって僕お金持ちなんだもん。おじさん。お、おっちゃんは。いや、なんかさっきはごめんなさい。よかったら僕ん家でご飯食べません。え、さあさあ遠慮しないで。なんてずずしい。ママママ。こねねねにょにょにょ。まあそうなんざますか。うんうん。さあさあどうぞどうぞ。ようこそおいでくださいました。お寿司屋さんざますか。握りの特上超特急でようござんすね。特上ざますよ、特上。すぐに参りますからね。ついでにカツ丼とうな丼の特上も。二人前食べたいな。喜んで。おフランス料理も用意するざます。おお、いただきます。お茶の特上ざます。おしぼりの特上です。あとで10万円ずつあげるね。私たち顔立ちも似てますわね。僕ちゃんたち親戚かもね。関係ないね。まああっさり。お城みたいな家に住んでるざますか。僕ちゃんお城大好き。見てみたいな。よろしい、だったらお見せしましょう。わー、はい。あら、今のがお城ざますか。とんでもない。あれはほんの別荘で。やり直し。これは。あら、全然大金持ちじゃないじゃない。いや、私趣味であんなこともね。この嘘つき出てけ。いやー、おかしいな。ま、待って、もう一回やらせて。あらら、まさかおじさんの正体でギャング。そうだったかな。そういえばそんな気も。そうだ、そうだった覚えもある。やい、求めしを食わせろ。助けて。
えれへへ。え、これなんざます？え？お城は見つかったけど、映画のセットだったなんて。あのおじさんは悪役スターだったんだね。やれやれ。あれ？ん？これは三人の記憶がごちゃごちゃだ。おじさんは僕ちゃんのパパリンか。やれやれ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あやかりんで幸運を。あん、のび太くんが帰ってきたな。足音でわかる。今日もろくな目に遭わなかったらしいよ。また先生に叱られて犬に追われてドブにでも落ちたか。ドラえもん、お今日はその他にお金も落としたよ。だんだんひどくなるな。僕は一生こんな風に運が悪いのかな。バカ言っちゃいけないよ。悪いことばかり続くもんじゃない。真面目に努力していれば夜は必ず朝となり、長い冬が過ぎれば暖かい春の日が。もう待てない。今すぐ春にしてくれ。わかったわかった。じゃあまあとりあえずちょっぴり。あやかりん。あやかりん、これを飲んで何かいいことあった人に触れるとあやかることができる。あやかる？幸運を分けてもらえるってこと。へえ。いいことあった人を探そう。いいことあった人って言ってもそう簡単には。お？ん？なんだか嬉しそうだね。わかりやすい。ねえねえ、なんかいいことあったの？あったよ、これを見てくれよ。おもちゃじゃないぞ、本物の高級腕時計だぞ。パパのスイス土産なんだ。やっぱり本物はかっこいいな。ちょうどいい。さあ手を出して。え？これなんで？お、早く触って。おおおおなに？いや、なんでもないよ。ん？これで君も時計がもらえる。本当に？ただいま。あ、この靴はもしかして。あらあら、あんまり無茶しちゃダメよ。いや、よう、のび太くん、久しぶりだね。やっぱり五郎さん。こんにちは。ヒッチハイクでお金のかからない旅行をしてきたんだ。面白そうだね。ああ、そうだ、お土産があったんだ。もしかして時計？よくわかったね。そうなんだ、お土産の時計があるんだ。やっぱり。確かここに、あ、あったあった。はい、砂時計。ありがとう。時計は時計だけど時間が経ちすぎてたんだ。どういうこと？お土産をもらった時すぐに触ればよかったんだ。時間が経つほどあやかりんの効き目は薄れていくんだよ。そうなんだ。誰かにいいことがあったらすぐに触るのが一番いい。いいことあった人すぐさま見つけき。
して？そんなのないよ！それくらい自分の力で探しなさい。そうします。いいことあった人、いいことあった人あ知らない人に触るわけにもいかないしな。あれはうちのクラスの。よう君、近頃何かいいこと。なさそうだね。え、いいことあったの？あったと思う。どんなこと、どんなこと？それがさ、ドブ掃除を言いつけられて渋々やってたらダイヤの指輪を見つけてさ、交番へ届けたら落とし主が10万円もお礼をくれたんだ。すごい、触らせて。ノロ、珍しい、頼んでもいないのに。ドブさらいは僕がやるから任せて。助かるわ。じゃあお願いね。いいことあった人見つけたの？え、ダイヤ？うん、もうじき僕も見つけるんだね。それは楽しみだな。ドラえもん、全然出てこないよ。あやかりんって当てになるの？おかしいな。ちょっと待ってて。え？そのダイヤを拾ったのっていつのこと？1年前かな。え？のび太くん！何か収穫あった？あったよ、5円。話が違うじゃないか。話が古すぎたんだよ。いいことがあった時に触れば絶対効果は出るから。ああ、のび太さん。よう。あ、しずかちゃん。ずいぶん楽しそうだね。今日のテスト100点取ったからママに褒められたの。え、100点？触らせて。汚いけどやめてよ。ごめん、すぐ手を洗ってくるから。早く触らないと決めが。その前に手を洗って。のび太、そういえば今日のテストどうだったの？ギク。テストはテストでした。何言ってるの、早く見せなさい。今忙しいから後で見せるよ。あ、のび太くん、なんで逃げるの？実は今日のテスト0点だったんだ。じゃあなおさらしずかちゃんに少しでも早く触らなきゃ。でも手をどうしよう。公園の水飲み場へ行こう。綺麗になった。よし、どこでもドアで急ごう。しずかちゃんち。しずかちゃん。本当にもう君には呆れた。どうしてそういつもいつもお風呂にばっかり入ってるの。人の都合も考えてよ。上がるまで待ってるから急いでね。しずかちゃん早く上がらないかな。どんどん効き目が減っちゃうよ。うるさいな。ここで君が騒いでもどうにもならないだろ。おう、野球やるぞ。すぐに集合だ。え、悪いけど大事な用があるから。行くよ。ちょっとだけ。今日は隣町のチームと試合だから頑張んないと。試合？そんなに長い時間は。エラーや三振したらぶん殴るからな。しまっていくぞ。のび太、打てよ。かっ飛ばせ。早くしずかちゃんに触らないといけないのに。まったくもう、早くしずかちゃんに。ストライク、ストライク、ストライク、バッターアウト。やる気あんの？真面目にやらないと本当にぶっ飛ばすぞ。かっ飛ばせ。
あんなこと言われてもな。やる気なんかあるもんか。早く終わらせて静香ちゃん家へ行かなきゃ。そうそう。ホームラン！ホームランならいいや。僕のエラーにならないから。何やってんだ。今のバッターに早く触れ。え？いいことがあった直後だ。効果は大きいぞ。そうか、僕にもホームランが打てるぞ。わーい、わーい、握手握手。いやー、どうもどうも。やったー、ホームラン。ん？ん？ヤカリンなんてろくな目に合わないじゃないか。君の使い方が下手なんだ。ドラえもんの出す道具はいつだってそうだ。のび太さん。あ、静香ちゃん。私に何か用だったの？そうだ、静香ちゃんに触るんだった。でも今さら触っても。そう言うなよ。少しは効き目があるかもしれないんだから。何の話？ほら早く。うん、じゃあ握手。のび太、テストの答案見つけたわよ。え？0点じゃないの。どうしていつもいつも0点になっちゃうの。授業ちゃんと聞いていれば決めがないじゃないか。やっぱり遅すぎたかな。なんとかごまかして。やっぱりじゃないよ。大変だ大変だ。ああ先生。おのび、悪かった。テストの点を間違ってつけてた。こうしてこうで、これが正しい採点です。次は骨川の家か。忙しい。大変だ。まあ30点も取ったの。よかったわね。ドブ、片付けるのよ。ドラえもん、次回のお話はジャイアン誕生日特別企画。次のリサイタルで新曲を発表する。なんだって。俺様のビッグな愛を詰め込むぜ。助けて。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チュッ。